アブデルイラーフ・ベンキーラーンは、モロッコ王国の政治家、同国首相、公正発展党党首を務めた。ラバトの貧しい地区で生まれたが、もともと家族はやや内陸に入ったフェズの出身である。ベンキーラーンが、自身の模範としている父親は、スーフィズムとイスラム原理主義に関心があった。これは、彼の母親がイスティクラル党の女性の会に参加していたことが影響している。 父親は彼が16歳の時に90歳で死去した。1970年代には左翼の政治活動家であった。1997年11月14日よりされ選出のモロッコ議会議員となり、2008年7月にサーデディン・オスマニの後継として後世発展党党首に選出された。2011年11月の総選挙において、 公正発展党を勝利に導き、11月29日にムハンマド6世から首相に任命され、翌2012年1月3日に内閣が発足した。2016年10月7日の総選挙でも公正発展党は第一党を維持したものの、新内閣の組閣に失敗。ムハンマド6世は2017年3月15日にベンキーラーンを首相から解任。 3月17日、サーデ,デディン・オスマニオ首相に指名し、組閣を命じた。ベンキーラーンの政策は民主主義とイスラム主義である。2011年のインタビューにおいて、もし私が政府の一員となるならば、私は若い女性に対して足を覆い隠すためにスカートが何センチ必要か言うことができるが、そうはしない。それは私の仕事ではない。いかなる場合であれ。 モロッコにおける市民の自由を脅かすことはできないと述べている。党の活動家と結婚し、6人の子供がいる。そのうち一番下の娘はシ守マヒを患っている。ジスと音楽を好むが、下品な音楽は好きではないという。ありがとうございます。